加藤康介、1978年7月2日隊は、静岡県清水市、現在、静岡市清水区出身の元プロ野球選手、投手。1978年に静岡県で生まれる。4歳の頃に野球を始め、5歳で左投手に転向。清水商業高校時代は、小笠高校の山崎隆弘らと共に、県内屈指の好投手と呼ばれたが、3年夏の静岡大会では1回戦の対御殿場高校戦で15安打12失点の大乱調で敗れた。この悔しさが後の原動力になったという。日本大学では2年春からベンチ入りを果たし、12月の投げ込み月間で2年時に5000球、3年時には8000球を投げるなど、猛練習を重ねた。東都大学一部リーグ通算42試合登板、8勝7敗、防御率 3.15、80奪三振。シドニーオリンピック野球日本代表候補として、千葉ロッテマリーンズの鹿児島キャンプに参加する。2000年度ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから2位指名を受けて入団。2、先発投手として9勝を挙げるが、新人王は大久保勝信に譲った。その年の秋には、第34回IBFワールドカップ、日本代表に選出されている。2は11勝、15敗を挙げ、チームを背負い完投能力もある、先発左腕として期待される。しかしにアトピーを発症し、戦力として活躍できず、翌年以降は故障も併発してしまう。7月2日の対ヤクルトスワローズ戦、イースタンリーグで完全試合を達成。1962年の山崎正幸、読売ジャイアンツ、1987年の増本弘、横浜太陽ホエールズ以来、18年ぶりの記録となる。同年、ファームで最優秀防御率と特別表彰、完全試合を、達成を受賞した。はシーズン中盤に中継ぎとして起用されるが、肩痛により登録抹消、シーズンを終える。は、開幕1軍登録されたが3月28日に2軍へ降格、直後の3月30日に金銭トレードでオリックスバファローズへ移籍。移籍後は2軍で調整していたが、シーズン終盤に1軍へ昇格、勝ち星は挙げられなかったものの好投した。12月19日、登録名を康介へ変更。は、プロ入り初の1軍登板なしに終わり、11月5日に、戦力外通告を受ける。現役続行を希望し12球団、合同トライアウトに参加。その後は、横浜ベイスターズの秋季キャンプに参加し、11月28日に横浜が正式に獲得を発表した。登録名も本名に戻した。はシーズン途中で1軍に昇格すると中継ぎとして起用され、8月15日の対、広島東洋カープ戦で3年ぶりの勝利を挙げるなど、左の中継ぎとしてチームに貢献した。もう主に中継ぎとして起用された。しかし、49試合に登板するも、防御率 7.81 と結果を残せず、10月1日に2度目の戦力外通告を受ける。合同トライアウトには参加しなかった。12月3日、左の中継ぎ投手を探していた阪神が獲得を発表した。は7月に1軍初昇格。4試合に中継ぎ登板するも安定感を欠き、およそ2週間で登録抹消された。2軍では31試合に投げ、防御率 2.83 であった。は西村健の怪我による戦線離脱もあり、中継ぎとして41試合に登板。敗戦処理、または大量リードしている場面での登板が主となるも、防御率 0.83 と安定感を見せた。は開幕当初から中継ぎとして活躍、開幕当初の守護神だった久保康友の不調により、セットアッパーとして起用された。6月28日の対広島戦、阪神甲子園球場では、プロ13年目にして1軍公式戦での自身初セーブを記録した。加藤曰く、復活への支えになったのは、横浜時代の同僚で先輩だった、工藤公康の存在を挙げている。8月21日の DNA 戦、横浜では、古巣を相手に1軍公式戦で4年ぶりの勝利を記録している。シーズンを通じて自己最多の61試合に登板し16ホールドを挙げるなど大活躍し、福原忍と安藤優也らと共にリリーフ陣を支えた。も開幕から中継ぎとして1軍起用されるが、不安定な投球が続き7月14日に1軍登録を抹消。8月8日に再昇格するも、8月12日にぎっくり腰によって再び登録抹消される。8月26日に3度再登録されるが、8月29日のヤクルト戦で1イニング2失点と不安定な投球を見せると即日抹消される。その後は登録されることなく、日本シリーズの40人枠にも入らずにシーズンを得た。2は、長年酷使し続けた右股関節にある大腿骨の骨頭が耐えられなくなり、骨頭全体に骨棘ができ、肥大化し、受け皿の骨盤に収まりきらなくなり、日常生活でも激痛が走るほど深刻な状態を過ごす年になった。その影響で一軍公式戦への登板が6試合に、とどまったことを背景に、10月1日に、球団から3度目の戦力外通告を受けた。12月2日に、NPB から自由契約選手として公示。2015年11月10日に、地元、静岡市の草薙球場で、開催の12球団合同トライアウトへ参加。野手を含めた参加選手では、最年長、37歳であったが、打者3人を8球で三者凡退に抑えた。NPB 他球団への移籍には至らなかったが、独立リーグである、ベースボールチャレンジリーグ、BC リーグで、福島ホープスの選手兼任監督を務める岩村明則からの誘いを受けて、12月18日に、同球団へ入団することが発表された。なお、NPB への復帰を視野に、投手コーチ兼任選手として契約した。福島ホープスでは2年間コーチ兼任選手としてプレイしたが、2017年に同年限りでの選手としての現役引退を決断。10月6日に甲子園球場を訪れ、元同僚や球団スタッフに現役引退の挨拶を行った。やや変則的なモーションから投げられる球威のある平均球速約時速 141km のストレート、ブレーキの効いたカーブによる緩急を主体にし、スライダー、フォークボールなども交える。2002年に2桁勝利を挙げたが、好投していた試合でも投球が突然乱れて、四死球を出したり、ストライクを取りに行った球が痛打されるなど自滅するケースが多く、同時にシーズン最多敗戦、15敗を記録している。食事は左利きだが、筆記は右利き。登板時は、サングラス、ゴーグルを着用する。阪神時代には甲子園球場で試合や練習があるたびに自宅から球場まで電車で通っていた。2013年8月31日の広島戦、甲子園では1点リードの8回表に3番手で登板すると3者連続三振を奪ってホールドポイントを記録。チームも勝利したため、試合後には移籍後初めてヒーローインタビューを受けた。ゴーグルを外して臨んだインタビューでは、甲子園のお立ち台からの眺めは最高です。お立ち台は、阪神移籍後初めてです。涙が出そうなんですけど、本当に嬉しいです。同じく、インタビューを受けた、先発投手の藤浪晋太郎が頑張っていて、高卒新人投手では、セントラルリーグ史上5人目のシーズン10勝がかっていたので、自分も頑張りましたと言いながら、感極まって号泣している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。